このビデオで使い方のコツをマスターして大いに料理の腕を振るってください。はあ、これが噂の300度オーブンレンジですか。どうです山さん。すごいですよね。でも300度って言ったら先生ガス並みでしょ。そうですね山さん、ほら今までの250じゃちょっと物足りないところあったでしょう。これが実はですね、断熱材を使いましてね、熱効率を良くしたんですよ。あれってことはつまりあれですか、あの特別に電気をたくさん使う、そういうことじゃないんですか。そういうことですね。はあ、300度もあれば山さん、あれですね、この大きな肉の塊なんか焼くのにしっかり表面に色つけてね、中まで熱の浸透がいいし、それからあのグラタンとかドリアよくお食べになるっていう。大好きです、はい、ね、これなんかも強火の料理ですからね、300度もあれば美味しいグラタンできますよ。表面はこんがり、中までグッツグッツたぎるようなグラタンが食べられるわけですよね。余計美味しくなるわけですよね。そうですね、それからあの最近はほら皆さん、あの割と冷凍のグラタンなんかを ね焼かれる方いらっしゃるでしょ、ああいうのもほら外にしっかりと焼き目つけながら中までねよく溶けますしね、まあ、こういった感じで食べていただければ美味しいんじゃないですか。つまりあれですね、これからもう300度時代の到来ってことですね。そうですね、まあ温度を上げただけじゃなくて美味しさまで上げたりして。あ、そういうことです ね憎いねこいつは。憎い。山さん、はい、それではあの RO330MF のですね、簡単な使い方をご説明しましょうか。そらぜひともどうぞ。ちょっとあの一番上この辺ご覧になってください。温めってありますね、これはほら毎日皆さんがあのおかずなんか温めたりするその菌ですね、これ1個しますとね1分が出ます。1分半2分というふうにこういうふうに出てくるんですね、手を離すとスタートして、これあの自分でこう時間入れましてね、手を離すと自動的にスタートしますから、大体どれぐらいかかるかなっていうのをね、ご覧いただいてから、それからあのお使いいただきたいと思いますね。それから下へこう3つほどこうくくってございます。ご飯、ミルク、酒の缶ってございますが、これはあの、ちょっとですねご飯をしてみたいと思うんですが、1人前、2人前、3人前、4人前と、はい、こういうふうに人数分で出てきますから。じゃあ1人前の場合は1回押しゃいいんですか。そうです。ははで手を離すと同じようにやっぱりパッとこうスタートしますんでね、こういう風な使い方でこの3つはね、同じように作ってありますから、酒の缶も 1,2,3,4 と 4本まで入るようにね。あ、そうですか、はいはい、大変便利に使えると思います。それからあの下へこう来ますとね、最近はほらお刺身の解凍なんていうのをやられる方多いそうですね。多いですね、はい、これはあのちょっと押してみますね。これでグラムが出るんですよね、200グラム。ははで手を離すと200グラムを溶かすのにちょうどいい時間がパッとこう覚えてるわけですね。そうです、もうマイコンがねしっかり覚えてますから。はい、これちょっと取り消しましょうね、はい、これと同じようなね使い方で下にあの野菜の茹で物っていうのは、これもう茹で物っていうと大体野菜がね、茹でていただくのにこれも200グラムまで、はいはいはい、これ2分30秒というのが出ました。でも先生、野菜ったっていろいろ柔らかいのから硬いの、硬いってとおかしいけども、あのありますよね、お芋なんかね、さすがですね、こういいところあの気がつかれたと思いますが、お芋なんかはねあの野菜の木を押した後にですね、こうスタートしましたらね強めっていうのを押してください、そしたら時間がこうどんと伸びてね芋類にいいようになりますから。あ、それでできちゃうんですか。そういう風に作られてます。はい、それから先ほどほらいろいろと300度300度ってこう言っておりましたけどね、それがなければこれがなければね、やっぱり300度オーブンじゃないですか、これはもう300度っていうのは焼き物とかグラタンとかね、こういう強火で作る料理、焼き物はまあ肉焼いたり魚焼いたりこういうのにいいでしょ、それからグラタン300っていうのも意外と気がつかないけども、グラタンも上ヒーター下ヒーターでね、庫内を300度でこう強火で焼きましょうということでね、ちょっとこれ押してみましょうか。グラタンキーですね、25、30分。あれ、はい、こういうふうにね押す回数によって時間がこう変更するようになってますから、はい、これはあのグラタンの種類もほらいろいろありますから、25分焼いたらいいか30分焼いたらいいかっていうね、それはこっちが選べるわけですね、こちらから選ぶそういう権利があるわけですね、自分でその変えていただきたいと。なるほど。ちょっと取り消しますよ。でこれが大体こう便利に使えるキーです ね、はい、それからあのもちろんこれからもねいろいろと
ご自分のね、はい、なんていうんですか、命令のまま動かすんですね、はいはい、これちょっとオーブンを代表して、はい、やりましょう。これオーブンですよ。これ押します、はい、温度入れてくださいっていうことでね、下がる上がるどちらか押しますとね、はい、下がるから押していきましょうか。300が出てだんだんこうほら温度が下げられます、はい、ね。で、200度に下げました。で時間が入ってませんね、はい、たらこうタイマーを回していただきますね。30分に合わせました、はい、そうすると今度ねスタートキーが光ってますから、スタートしてください、はあはあ、はい、こういうふうにほらランプがですね操作の手順をねしっかりとこう導いてくれるようなね、はあ、こういう操作の仕方。なるほどね。割と機械を苦手とする奥さん方もね、そうですね、操作分かりやすい、割と簡単に ね、はいはい、それから、ちょっとこれ取り消して、あとですねこのドア部分ですね、ドア部分に1から10番までの番号がありますが、料理の名前が書いてあります。もうメニューが、ね、自動で入れてあるわけですよね、はあ、ですからこれを取り出すにはいろいろメニューキーっていうのをピッと押しますとここに番号が出てきます。番号ね、10番からでこれずっとこう回していただきますとね、番号が変わってきます。例えば4番としましょうか。ロールパンですよね。あ、はい、そこの番号なんだ。そうです。でこの4番を選んでスタートしてください。そうしますとね、ほら今時間が出ましたよ、はあはあ、時間出ましたね。こういうふうにスタートします。ありゃあ便利がいいですね、はい、それからこれですね、なんといっても山さんほら大切なのは奥様方がほら使った後のお掃除だと思うんですよね。ああそりゃそうですね。掃除でしょ、ちょっとご覧いただきたいんです。毎日使うもんですよね、下は大変ここフラットなね、フラットヒーターっていうのを使って床の下に埋め込んで、だから天井もですね、天井の後ろにね、後ろっていうか上にですね、板を埋め込んであります、ね、しかも平らな上に天井部分は SC ホーロー加工というので加工してありますからね、こちらも自動的にこう汚れを分解するようにできます。あ、そうなんですか。便利がいいです。あとはねこまめに拭いていただく、そしてこれはもう拭くことによってね長持ちさせるコツですから、あ、そうですね、ぜひ皆さんねこまめにお掃除していただきたいと思います。質問なんですけどいいですか、はい、上げていいですか。どうぞ。これなんでこんないっぱいあるんですか。段がいいとこ見てますね。これ棚ですね。あ、棚、これはごめん、料理の大きさによってね、角型皿ってほら四角いのありますよね、はいはい、あれを下段中段上段って大きさによってね変えられるように使う、まあ、要するに棚で調整する部分ですね。なるほど、上に近づけるとか。そうです。それによってね、例えばローストチキン一番てっぺんに上げられませんよね。あ、そりゃそうだ、そういう時は円形皿とかね、こうだいたい決まりがありますから、それに合わせてね使っていただきたい。なるほど、便利にできてるんだ。これどうしたって使いこなせなくちゃ。ぜひ使いこなしていただきたいですね。うわー、並びましたね食器の数々そうですね山さん、操作がだいたい分かったらね、あとは容器を覚えておいていただければいいですね。そうですよね。それとね、だいたいオーブンで使うやつってのは皆さん大体分かるんですよね、はい、なぜかというとオーブン専用っていうのが多いですから、オーブンの容器にはね、はいはい、それからここへ並んだのはだいたい電子レンジにね使えるやつなんですけどね、はい、ちょっとそこの2つ大きいのがありますね。これですか、はい、これはお鍋ですね。向こうはパイロセラムって言うんですよ、はい、こちらがパイレックスって言うんですね。はは、この2つはほら揃えておかれた方が私はいいと思いますね。なるほどね。赤飯炊いたりほら、はあはあ、コーンスープ煮込んだりなんかするときに、ね、はい、使えますから、それからこの辺の塊はもう日常毎日のように顔を出してる ね、 そうですね。例えば山さんの好きなくりだとかね、からお皿でしょ、茶碗に茶蒸しの茶碗ね、ちょっと牛乳沸かす程度だったらコップでもいいでしょ。あ、そうですか、ね、はい、この辺はもう使えますから、はい、じゃんじゃん使っていただきたいと思いますね。それから山さん、ちょっと似通っててね、これ使えないっていうのもあります。例えばここにあるね、あ、同じ茶碗でもほら、金線がこう入ってますよね。あ、それいけないんですか。パチパチって火花が出ることありますからやめといた方がいいですよ、はあはあ、それから漆ですね、漆も割と装飾が入ったの多いでしょ、ね、漆効果ですからもったいない、ね、もったいないね、はい、まあ、この辺はやめといた方がいい、それからダメっていうのありますよね、こう金属の鍋。そうでしょうね、こう金属鍋ね、はいはい、蓋している金属してる、この弁当箱もそうでしょ、金属の蓋してる、電波届きませんからね、それから特にね、こういう金串なんかもね、バーベキューなんかに打ってありますね、これね回るときにオーブンに触れちゃうとね、あら、やっぱり火花出ることってありますね。これやめてください。ははそれからこのザル、これね一見使えそうなんだけどもね、でしょ、
針金で止めてることがあるんですよ。あ、そうなんですか。要所要所ね、でそういうことでほら我々の見えないところで金属使ってるといけないんで、なるほどね、これはやめてください。やめましょう、はい、それから最近はほら樹脂の容器って結構出回ってますよね。そうですよね、で特にねこの例えばね冷蔵庫でちょっとこう保存するための容器なんですよね。ね、はあはあはあ、でこれ蓋の部分で意外と使えないのが多いから一緒に入れるとこう曲がるケースありますね。ああ、そうですか。これやめて、はあ、それからね一番分かりやすいのは、ええ、ここにね書いてありますからね、はい、耐熱容器何度なんていうの、表示したのありますから、はい、これ家庭用品の、ね、品質表示法でね、はい、これきちっと書くようになってます。これ見れば大体分かります。100度以上のものを ね、はい、なるほどね、温め直しぐらいに使っていただければ曲がるケースはないですよ、はあはあね、それから最近はほら親切なやつは電子レンジ用なんて書いてあるのありますね。あ、そうですか。そう書いてればもう一番安心ですから、この辺で容器を守りながらね、ぜひ上手に使っていただきたいと思いますが、賢くお使いください。今日はですねここにございます、はい、このホワイトソースベシャメルね。ああ、よくご存知ですね。それを教えてくれたよね。ああ、そうですね。言っちゃダメです。これをね作ろうと思うんですよね。これは基本なんでしょ。基本です、ね、基本です、ね、これはもうグラタンを作るとかドリアを作るとかコキールを作るとかね、はい、あるいはカニコロッケにエビのコロッケでしょ。そうですよね、こういうベースになるやつですね、少し固めに作っときさえすればね、あとは冷蔵庫にしまっておいて使うときにこう出してくればいいです。大丈夫、保存が効くわけですか。でたくさん作ったときは時々火入れをする。いいですよ。で特にね電子レンジは焦がさないんで、これがいいんですよね。これを早速始めましょう。あ、これ覚えとかね、基本中の基本ですから。それでね、まずは簡単ですよ。これバターね、はい、50g ありますからね、はい、これ鍋に入れますね、はい、50g 入れます。でこれをまず溶かします。はい、山田さん溶けましたね。あっという間にできますね、これ ね、電子レンジで1分かけたらきれいにバター溶けましたね。でここにね、小麦粉ですよ、はい、さっきバター 50g でしょ、はい、だから小麦粉もまあ大体同じ量のね、なるほど、 50g こう入れていただいて、はい、ね、はい、でこれはここでね混ぜていただければいいんでしょう、はい、バターと小麦粉をね、きれいに小麦粉がこう湿った感じになるようにね、はい、生粉は残ったらダメですよ、これでね、はい、ダマダマはなし。そうです、これでね。じゃあこれをまた電子レンジで加熱するわけですね。はい、はい、山さんできましたよ。ルーが不思議な状態になりましたね、これね。これホワイトルーって言いますよね。ああ、そうです。よくほらカレールーとかも言いますね、はいはいはい、あれのホワイトルー白なんですね。だからね、要はこういうことですよ。ほらちょっとねクッキーがね、クッキーを焼いたそのほらちょっと触ってみてください。サクサクして本当だね、でクッキーの粉みたいだってことはよく焼けたわけですね。しかも焼けたって言ってもね、焦げて焼けたんじゃダメ、白だから。すごいんですって。これ昔大変だったんですね、これ作るの。いや、これは大変だったですよ。量はね、やっぱり多かったですけどもね、だいたい3時間から4時間ぐらいね、オーブンでね少し焼いては混ぜてね少し焼いては混ぜてっていう、そういう作り方してた。焦げちゃいけないわけ。焦がしたらダメなんです。それが今何分ですか、これ。これ2分ですよ。バター溶かすのが1分でしょ、3分ですもん。はね、レンジってレンジですね。あ、いや便利ですね。便利ですね、はい。これ山さん、このルーにね、牛乳ですね、はい、これ熱く沸かしてありますから、これをね、最初はこう少し入れていただいてね、でこれでよくこうなじませるんじゃないか、溶かすんですよね。一気にね牛乳入れたら溶けにくくなりますからね、これよく溶かしてくださいね。そしたらダマ、そうですね、この辺で手抜いちゃいけないでしょうね。ここで手抜くとダマになっちゃうね、はい、これ溶けましたらね、次に入れますね。もうこの辺は混ぜながらどんどんね入れていただければよろしいですからね。これは熱く沸かして牛乳を入れるというところね、こちらです。じゃあ山田さん、ローリエを入れてもらえませんか。あ、ローリエね、はい、はいはい、
やっと手伝わしてもらえたぞと。そうですね、はい、じゃあこれをレンジでお腹にしましょう。はい、あ、終わりましたね。さあ山さん、できましたでしょ。これ今先生何分？これ5分かけましたからね。はい、はい、でよく混ぜて、これがもうベースになるね、はい、ホワイトソースですよね。少し固めの感じするでしょ、ええ、それぞれの用途によってね、もう少し牛乳で伸ばしていただければ、うん、いろんな使い方ができますから。あ、なるほど。今日はこの、ソースを使いましてね、はい、チキンドリアに挑戦しましょうか。はい、美味しいですよ。じゃあ山田さん、これ、ベースができましたから。できましたね、ついに、ね、ついにできました、で、こちらにですね、はい、玉ねぎとね、それから鶏肉でしょ、はい、それからマッシュルーム、うん、それからグリーンピースにちょっと入ってますね、はい、これ炒めたやつなんですよね。はで炒めましたから、これをね、さっきのベースのソースに炒めてから入れてください、はい、ね、でもちろんこれ電子レンジでもいいですよ、こう入れてね、うん、はい、ベースに、はい、それからこれ混ぜますよね。これぐらいの濃度がいいですよ、上にかけるんだからね。あ、そうか、はい、これでよく、そうすると玉ねぎの甘みなんかが出ますよね。なるほど、はい、でここに味付けをします、はい、ね、これでお塩ですね、はい、はい、それから胡椒ですね、うん、胡椒ですね、はい、これで味付けしていただいて、はこれを電子レンジで、一沸かしします。一沸かしして、え、一足しましたね。で山さん、ここは蓋をしなかったからこういう薄い膜ができますけど ね、 ね、はい、これほら出したり入れたりね、こうしますからね、蓋はわざとしなかったんですけど、はい、もちろん蓋なさっても構いませんからね、はい、これでクリームができましたから美味しそうでしょう、うん、鶏肉いい匂いしてきた、ね、うん、鶏肉の出汁も出て、これをね、はい、このご飯の方へかけていただければいいわけですね、はい、じゃあこれをちょっとかけましょうかね。いやー、美味しそうですね。このままでもね、食べられそうな、食べられますよね、これなんか ね、 これでもこれにまた焼き目がついてね。そうなんですよね。じゃあこれでね、さて、あとは上にパン粉とチーズでございますからね。パン粉とチーズ、はい、これはどちらが先でも結構ですから。そうですか、かけてくださいね。今聞こうと思ったんだよな。そうでしょ、うん、これたっぷりかけていただいてね、美味しいんですよ、このこれがね、なんこの焦げた匂いがね、風味でね、はい、それからパン粉でしょ、パン粉かわいいや、村娘知ってます？知ってます、ね、私が生まれたすぐ流行ってましてね。つまんないこと言っちゃって、はい、それでね、このパン粉かけるでしょ、ええ、でまあ、好みなんですけどね、はい、少しこうバターをね、上にこう乗せていただいてもいいんですよ。ああ、そうですか、ね、この上に、ね、は今日はもう我々だからほら、はい、あんまり油ばっかり食べてる年代じゃないんで、うわ、今日は抜きましょう。 すごいこと言われちゃった、はい、でこれをオーブンに焼きます。じゃあ山田さん、ちょっと開けていただけますか、はい、どうぞ。これを上段に入れましてね、上だ、はい、はい、でこれ閉めますね。よいしょ。それからこちらにですね、300°C グラタンっていうキーがありますよね、はい、これをピッピッとこう2回押していただくんです。なんで2回なんですか。いや、これはね、グラタンの種類っていろいろあるでしょ。例えばマカロニグラタンだとか、ドリア、コキールとかありますよね、はあはあ、それぞれこう焼く時間を変えられるようになってます。これが知ってるわけですか。知ってるんです。押し方によってこの出てくる時間が変わるんですね、はあはあ、そういう使い方をお任せしております。待ちましょう。終わりましたね。待ってましたね。うわー、これたぎって、これ芯からほらたぎってるって感じでしょ。これが300°C の威力ですね。上っ面にポッとこう色つけただけでやっぱ美味しくないですよね。そうですね、このくらい焦げてっていいですね。すぐ食べたいですね。食べたい。山さん、ほら、ドリアできましたけどね。いい匂い。いい匂いでしょ、ね、すぐ食べられないとこつらいね、はい、でこれをね、ホワイトソースをベースにするとね、ちょっとご紹介しましょうかね、はい、応用メニューですよ、はい、これ
これなんですか。オイスターフロレンテってこう言うんですね。牡蠣のグラタンですよね。これちょっとあの色を変わってますけどね、ほうれん草のこう炒めたのを敷いて、牡蠣を敷いてほねソースをかけて、またね、ほうれん草を敷いて牡蠣を乗せてソースかけて、ね、焼いたやつですね。美味しいです。これが不思議な色してるんですよ。これ聞かれて困っちゃう。なんでこれ抹茶なんですよ。これね、私どもね、色合いをねちょっと考えてね、あのソースに抹茶を入れたんですよね。抹茶ですと、もう春先に似合ってるじゃないですか、ね、色合いはいいですよね。色合いいいですよ、はい、こう試食しましたら美味しい。あとで食べよう。もう和食みたいな洋食ができましたです。あ、だからこれご存知でしょ、マカロニが出てますから。そうですよね、マカロニグラタン、はいはい、これマカロニグラタン、それからこれコキール、はい、ね、あのマカロニ入れないでね、はい、エビとか貝なんかを、ね、ちょっと貝殻の形のこの容器でね、焼いたやつ、これなんか美味しいですね。この種類も僕大好きなんですけどね。この他にね、もうもっともっとできますけどね。なるほどね。まあ、おいおい覚えていただいて。そう。でもあの皆さんにはですね、ホワイトソースの正しい作り方を覚えていただきたいと思いますよね。ね、今日はね、何たってホワイトソースはですね、洋食の基本、基本です。300度もですね。せっかくほら300度ね、温度が上がるようになったんだから、今日はそれは分かりますけどね、ローソチキンやりましょうよ。やります。いや、そうですね。いやいや、じゃないんだ、食べるのはいいんだけど、いや、そうですね、これ見ちゃうとね。そうですね、ちょっとあのグロなとこありますね。でもあのやっぱりほらオーブン料理でね、はい、高熱が出るっていう、大きなお肉を焼いた時に美味しくなるんですよ。300度だもん ね、これやらない手はないし、まだ皆さんがほらパーティーとかね、クリスマスにぜひこれやってほしいですもんね、はい、豪華になりますから、食卓が。やります。どうしよう、やりましょう、ね、あの出来上がったら呼んでください、僕は。あ、そうですか。そうはいかないから。、まずね、山田さん嫌がることないんですよ、もう、ね、はい、これあの羽ですからね、これをね羽交い締めにするようにね、こう後ろへねこう曲げてください。こう曲げてくださいって言ったら姿勢良くなりますから、ほらきちっとね。そしたらほら鳥の座り良くなるでしょ。座り良くなったってね。で足はほらこうグッとね、なんていうんですかね、姿勢を正してですね。先生、整体術もやるんですか。やるんですよ。はい。そしてこのあれあれ、ブーツ足の部分ね、ブーツですよこれ。はい。これダメだ。うん、簡単に言えばもうこれだけのことですよ。でこの尾の部分ね、これ尾の部分一回こう支えてですね。それからあのこの辺にこう引っ掛けておくといいですよ。割とこう形がしっかりするからね。はい。あとはもう普通に引っ掛けてね、ここを結んでいただければいいですから。それ行儀悪い鳥ですね、これは。ああ。下がっちゃう。山さんじゃないですよ。鳥の話ですから、ね。いい、分かってます、分かってます。はい、でこれで。早くやりましょう。これで終わりですよ。ね。入れましょう。まだ。もうですか。ちょっと待ってください。味しましょうよ。あ、そうか。ね、そして。こうできましたらね、味するんですけどね。でこちらはこれ塩コショウですね。あ、これは塩ですか。はい、塩していただいて、ね、何でもいいですね。でコショウね、こうするでしょね。そしたらね、山さん、そちらにですね、はいはい、あのアルミホイルこれ用意しておりますよね。これはね、あの20センチ×20センチ、まあちょっと長方形になってますけどね、はいはい、まあ大体それぐらいだと思ってください、はい、それにね、あの円形皿の上にこれ乗せましてね、はい、でこれ鶏肉入れるんですよ、うん、ね。でその時にあの鶏肉こう大体入るぐらいの大きさでね、こう作ってますけども、これ何のためにやるかって言いますとね、はい、油がねこう出るでしょ。その時にね、こういうね円形皿のね、物の乗ってない部分ってあるでしょ、はいはい、ここにね油が流れますと煙になりやすいから、できるだけ油はねこの狭いところにこう出てもね、狭いところに溜めとこうと、はい、そうすると乾きもね、下のこの焦げすぎも少なくなるしね、で油がこう散っていかないから煙防止にもなるんですよ。なかなか利口なこと考えたでしょ、はい、そしてそれなんですか、それ。サラダオイルですね。これ乾くといけないんでね、オイルをこう鶏肉にかけときますよ、ね、
いよいよやりますか。はい、これを入れていただいてね。はい、はい、でこれでやりますね。それは、うん、これの場合はね、はい、オーブンで結構ですから、これね、オーブンをしていただいて、それから300度ですから、下がる押せば一番高いところの300度出ますからね。はははで、だいたい50分ですね。あ、これです。でスタートします。げー、美味しそう。ずいぶん態度が違いますね、さっきと。こうなっちゃうもんね、こっちのもんですよ。いやいや、そう、みんなそうなんだね。ずるいよね。生の時はみんな嫌うんだよね。そうなんですよ。じゃあ、まずはこれね、はい、ちゃんとほら、チャップフラワーつけてます、はい、リボンも飾ったから、うん、ね。あとは、付け合わせだね。だけど、このまま食べるってわけにもいかないでしょ、これ。そうですね。でも一回盛り付け完了してからバラしましょうか。あ、そうなんですか。ね、あ、確かにね、このまま食べるわけじゃないもんね。あ、でもやっぱりね、綺麗に盛り付けたところ見せなければね。そうそうそう、皆さん一応盛り付けね、綺麗にしてもらってね、ちょっとパーティーなどでね、うん、我々はちょっと残念だけどね、やっと完成してバラすんだからね。まあね、バラ缶ですね。あれ、何なんだそれは。はい、これね、もうお手伝いしようかな。揚げた芋ね、はい、それこの辺に適当につけてもらえますか。はい、はい、いいですね、共同作戦なんていうのね。やった、美味しそうですね。こんな感じですね。でもこういうふうに盛り付けちゃうとちょっとね、さばいちゃうのもなんか、豪華ですよね、でこれ付け合わせなんかはね、はい、一応こう綺麗に外しておかれた方がいいでしょうね、はい、それから飾りますよね。で、これは大体平均的には4人家族で食べますよね。あ、そうなんですか。5人家族もあるけどね、うんうんうん、で5人の場合はね、ここをね、こうちょっとこう今ね、はいはい、切ったつもりにしますけどね、はい、こういうハート型にこっからこうバリッと貼りますとね、こう大体1、2枚取れますから、ね、で、あとはこれからやる4人前を取るのと大体同じ方法で取れますからね、はい、だからまずももをこう切り取ります。ここは簡単ですよ、皆さんね。ここをね、切り取って、まだ熱いですね。はい、それ我々でもできますよ。できます、できます。もうここはね、骨はありませんからね、こうやって包丁入れてください。たら取れます。ただね、これをね、少しこう返すとね、ここのところに骨があるんですよね、はい、でこれほら、この関節のところを取っていただければね。山田、ちょっとお皿を、はいはいはい、これでいいですか。これでほら、あ、ももが一つ取れでしょ。こっち向ければいいんだよ ね。そうですね、はい、でこちらもね、ちょっと見にくいかも分かりませんが、こう関節だから分かります。こう手探りでね、やっといて、ここにね、はいはい、ここをこうだから身は簡単にこう取れますからね、はい、これで一つ取れました。あ、もげちゃいましたね。まあ、当然そういうこともありますね、はい、それからあとはずっと縦にね、これ4つに切るわけですからね。だからここにね、胸の真ん中に骨があるんですよ、ほら、これ覚えておいて。本当だ。で両サイドからこう外しといて、ね、これ以上ほら、こっちに身が破れてこないようにね、しといてください。じゃあこちら今日はね、ほら、そっちが取れちゃったから、うん、これもちょっと取っときましょう、はい、ね、これはこれでちょっと置いといていただいてね、はい、こうなりますからね。そしたらこれはちょっと裏返しにしていただくんですね、はい、そうするとね、ここのところにね、こう骨があります。ここほら、ここちょっと見えますか。ここ骨ありますね。あ、本当だ。そうそう、はい、だから構造をちょっとこう覚えておいていただいてね。でここのところの骨をこう探るようにしてこう添えてくると当たりますからね、はい、でこれはね、はい、ここにやっぱりね、ちょっとご覧になりにくいかな、ここにやっぱり関節ありますから、はい、これでね、ガッとこう思い切ってめくるようにしますよね。こう全部こう剥がれてきますから、ね、でこちらこうこうしてですね、はい、そしたら当然あとは同じでしょう。ここですね。だから今のね、要領でいくと、この辺から、はい、この辺からずっと探っていくと、はい、もう絶対骨の下行ってるんですよね。
ってこれをめくると、ね、めくったらここね骨を押さえておいて、ここが関節なんですよ。だからこれ切らなくても大丈夫です。これちょっとあのめくるようにすると外れますからね。そうするとこのままこうずっと、ね、めくっていただきますとね、できるだけあのあれですね、皮をね剥がないようにね、あのこうするとこれであの1人前2人前3人前4人前と、ね、あのよくほらロート式は焼いたがいいけどどうやって食べたらいいか分かんないなんていうことありますからね、ぜひ参考にしていただきたいと思います。ご家庭でねこれができるってのは素晴らしいですよ ね。しかもこれ300度ならではですね。そうですね、えらい。今日はね、このもやしね、これ250g ありますけどね、こちら、それから鶏肉、これ胸肉なんですよね、これそれからあとはきゅうりですね、これもう千切りに切ってありますけど、この辺を使ってその簡単な料理を作ろう、ね、いいですね、電子レンジは割とあの茹でるのが得意なんですよね、まあ、茹でるっていうか、蒸すっていうかね、そうしますとまずこれをね、蒸していただいて料理に使うわけですけど、これタレで食べます。わかりました、でタレですけどね、もうタレは簡単です。これお好みもありますから、いろいろと調整していただきたいんですがね、お醤油が大さじ2、ね、お酢が大さじ2、それからごま油が大さじの1ですね、それからお砂糖が大さじ1杯、で、あとは唐辛子使いますけど、これ全部じゃないですよ。そりゃそうでしょうね。少しね。ヒリヒリしちゃう、それじゃん。ヒリヒリ、で、これでまず鶏肉とかね、このもやし茹でるんですけどね。こういうふうにもやしは。これラップにかくるんだよ。そうですね。特に水はいりませんからね。こういうふうに軽く包んでおいていただいて。で、これ茹でる。やります。いきましょう。山さん、これをね、こうやって入れていただいたらいいですよ。ね。そうしますと。ここに野菜の茹で物器っていうのがあります。ああ、親切。そうですね、でこれを押していただきますとね、グラムが出ますから。あ、このもやしですか。で手を離しますね。なんだこれ。約2秒後にですね、時間に換算されて出てくるんですね。お利口。お利口です。このまま茹でていただければよろしい。はあ、終わりましたね、今度は鶏肉ですよね、こういうふうに茹で上がりましたね、今度は鶏肉です。鶏肉をこうやってラップかけたら置いていただいて、その方がいいわけですね。そうですね、これは7分ほどかかりますからね、これはもう電子レンジの強で、で、時間を入れてください。あ、行き過ぎましたね。手で回すわけですね、7分ですね、で、あとはスタート機。こういうたくさん時間を長くやる場合はレンジ強の方を使っていただければ。そうなんですか、ね、これで鶏肉も蒸せますから。鶏肉が蒸せたよ、今茹で上がりましたね。そうですね、そしてこれ合わせるわけですね。今日もこれはあのもやしの方はね、ちょっとあのご注意いただきたいんですが、茹で上がったらすぐ冷水にとってね。ああ、そうなんですか。あれ熱を取ってくださいね。それから鶏肉ですね、冷めるまでラップをかけたまんま置いといてほしいですね。少し水分出ますから、冷めるともう一回吸い込みますんでね。そうやってあのつけ、これ非常に柔らかいですね。切る時にあの少しこう押し切りにするようにされるといいです。柔らかすぎてですね、包丁を動かすと切れないです。壊れてしまいますから、押し切るようなね感じです。どうぞ。柔らかいでしょ、ね、それから、まあ、きゅうりはね、皆さんこれやってらっしゃるから、普通に千切りにしていただいて、これまず合わせましょうかね、これは簡単ですよね。で、まず麺のもやしですね、これをボウルに入れて、もやし、鶏肉ですね。これ手でこう引きちぎったりしていませんかね。あ、できますよ。これね、あの茹でてすぐならね、こうよくやりますよね。下げます、それも入れちゃう。そうですね、で、きゅうりも入れちゃいますね。で、これはあの合わせていただければよろしいですね、そうしますと今度タレですね。これタレはタレがやってもできるって。うわ、ね、で、これお醤油ですね、お醤油、それから酢ですね、お酢を入れていただいて、それからごま油ですね、
これがさっきからいい香りしてるんですよね。そうなんですね。それからお砂糖ですね。はい、嫌がってます、ね、砂糖はね時々固まるんです。そうですね、いいです、はい、それから全部じゃないですかね。入れちゃうんですか、もうこの段階で。もう結構ですね。これはもう好みによってね、はい、入れていただいて。私割と辛いのが好きなんですけどね。私もそうです、はい、でこちらで、結構ですね。はい、これタレが出来上がりました。何回回しゃいいんですか。関係ないですね。関係ないですね、この辺はね。失礼しました、どうも、はいはい、それからこちらに盛り付けましょうね、はいはい、これ全部じゃちょっと多いですね。ちょっとお上品に。お上品にね。これこの状態で冷蔵庫にねしまっといていただいてもね、よろしいですね。あ、そうか、じゃあこれ残ったらそれをね。そうですそうです。お客さんがお見えになった時にね、さっとタレをかけて。あ、なるほどね。お出しするようなね、はい、でこれそんなシーンとして見るもんじゃないですけど ね、これはね。そうですね、どうですか。うまそうですね。これ出来上がりも出来上がりですよ先生はね。オーブンレンジっていうと、いかにも料理したかの豪華なものを考えちゃ う、ね、こういう簡単なおかずっていうか ね、お惣菜もできるんですよ ね。これはね、やっぱり先ほどのこれもやしと鶏肉でしょ、はい、これ一つを取ってみてもね、鶏肉を蒸すとね、いろいろ応用できるでしょ。これごぼうでしょ。これね、はい、ごぼう茹でて鶏肉乱切りにしてね、やったもんですね。それからサンドイッチのほら鶏肉ね、これ蒸すと3分ぐらいでいいでしょ、1枚だったら ね、はい、それからこれ酒蒸しですよ。酒蒸し、もうどう食べようと自由ですからね、もう蒸してね、健康にもいいっていうでしょ、鶏肉は。そうです ね、だからいろいろと応用してほしいですね、こういうやり方をね。アイデア次第で何でもできます ね。皆さん頑張ってくださいね。さい、簡単。フランスパン。いや、そうですけど、家庭で焼けるんですか。焼けますよ。ちょっとね、学校に時間は少し普通のパンよりもかかりますけど、ね、本当に一生懸命焼けます。やっていただこうじゃん。教えしましょう、はいはい、じゃあまずこっち置いておいてください、でこちらボウル用意しますね、はい、じゃあ材料ちょっと、はい、ご紹介しましょうね。一番こっちにある水ですね。これ 320cc、はい、取れるための水ですね。それから強力粉、これ 400g あります、はい、ね。それから薄力粉、これ100g あります。4対1ね。そうですね、はい、あ、すごいですね。それからお砂糖ですね、はい、これ大さじ1杯。それからイースト菌が大さじ1杯。ああ、お塩がね、これ小さじ2か2分の1なんですよね。ああ、はい、それからケシの実なんですけどね、これは焼くときにパラパラってこうフランスパンに表面にこうつくやつ。そうです、はあ、はあ、これですね、はい、ケシの実を少し用意していただきます。これで練っていただくわけです。でまず粉ですね。強力粉。強力粉、はい、もう1回で覚えちゃうんですね。そうですよ、ね、小学校出てるもん、はい、あ、私もそうですよ、はい、薄力粉ね、はいはい、それからあとはお砂糖ですね。イースト、ちょっとそういきたいんですがね、塩を先にいきたいですね。ちょっと肩すかしをする。でこれは少し混ぜてからね、はい、混ぜてからイースト菌入れた方がいいんですよ。なぜかっていうとね、はい、お塩なんかとイースト菌取り隣り合ってるとあんまり仲良くないんでね。そうですか。ちょっと散らしてね、はい、それからイースト菌を、あ、でも入れちゃうんだ。これ入れちゃいます。結局入れるんですよね、はい、心遣いですよね、はい、優しさですね。そうですね、はい、これよく混ぜてくださいね。周りにこう散らばるようにね。イースト菌っていうのは東の方で取れるんですかね。いや、そうですよ、いい人です。嘘つき。はい、それからこれをね、ぬるま湯でね、練ります。はい、ね、これはね、いっぺんに全部入れないんで、はい、で、分量はね、出てますようにね、使っていただきたいんですがね、お水でも何でもそうなんですけどね、最後のこの硬さを決めるところだからね、はい、もう少し残しとく。もうこれも心遣いね、はい、で、これでこねて、
で最後に硬いようだったら足してあげたらよろしいわけですね。だいたいこうまとまってきたらね、はい、これを今度は手でね、あ、しっかりとこねていただきたいですよね、はい、こういうふうにね、おいい手つきだ、かなり力入れるんですかこれ。これあの普通あのロールパンなんかよりもかなり水分がね少ないですから、硬いんですよね。女性でもできます？あ、できますよ。あ、そうですか、はい、強いですから。お父さんにね頼むといいですよ。あ、なるほどね。山田さん、こうやってまとまりましたね、はい、そしたらもう板の上に取りましたね。あら、まだやるんだ、一生懸命こう、あ、今度は伸ばすみたいに、そうですね、こうしたらいい生地になりますからね。あ、そうですか、はい、もう台にはくっつかないでしょ。あ、そうですね、山田、ね、はい、さん、え、ほら出来上がりました。これ良かったね、ええ、ね、これをあの、ひとまとまりにしましてね、ええ、でそちらのボールちょっとお願いします。これですか、ね、はい、はい、こうやってよく絞りましてね、随分でかいのに入れるんですね。で、これで、あ、まあ、ぬれ布巾でもね、ラップでもいいんですか、あの、要はほら、表面が乾かないようにするんですからね、こういうふうにラップです。これもう水分出ないから、これでね、これで入れるな、表面で入れるんですよ。はい、山田さん、これで発酵ですよ、はい、真ん中置いていただいてね、はい、お皿は円形皿でいいですからね、はい、はい、それから、さあどこだ、はい、閉めましたらオーブンをして、温度が入ってませんね。で、ここへ、はいはい、あの温度を入れるんですよね、上がるっていうのを知っていただけばいいです。ぐ発酵が出ますから、発酵という文字が出ましたね、はい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 、それで、ね、60分ですからね、これで合わせてください、60分、はい、そしてスタート、スタートでしょう。さすが分かってますね。で、これで一時発酵させればよろしいわけです。うわぁ、しっかり発酵しました。増えた、ね、増えましたね、はい、で、これをね、ちょっとこう発酵した状態をこう見ればいいんですけどね、すぐボンと帰ってくるのはまだ発酵足りないんですよね。あ、ダメなんですか、だからもうこれが十分です。じわーっとこう帰ってきてますからね、かっけだね、うん、そう、これガスの、ああ。ね、いつももったいないと思うんですけどね、これせっかくあの膨らんだのをね潰してしまうっていうのはね、そうか、量が増えたわけじゃないんだ、別に ね、空気ガスがね入ったってことです。で、少しこうやってほらガスを抜いていただいたらいいですよね、はい、あ、滑らかになりましたから、はい、ね、はい、これを今度は成形するわけだ、はい、ね、あ、形をつけるわけだね、成形外科もやっちゃうわけだ。そうです。で、これだいたい2分割、こうやればもう半分っていうのは分かりますからね、はい、測らなくてもいいですよ、ね、で、手作りだからほら、はい、あんまり右左同じじゃなくてもいいでしょ。これが1個分っていうか1本分ですか。そうです、そうです、これがもう1本分ですね。あ、ほら、さっきあのフランスパン見た時大きかったでしょ、これはね、料理ブックのね分量の倍をやってるんですよ。迫力のある大きいの作ろうと思いましてね、今日は倍量の分量でやってますんでね。素人もちょっとやってみます。そうですね、あ、すごいな、やってみてください。こうやってたな、今そうですね、切ったところね、切り口を一回こう閉じるようにしたらいいです。はい、はいはい、山田さん閉じました。はい、閉じました。そうしましたらね、ええ、こういうふうにして丸めてくださいね、綺麗にまん丸、お、そうはいかないな、やっぱり器用ですねやめましょうか。お願いします、はい、で、これはね、あのしっかりとこう口をほら閉じていただいてね、はい、はい、このままベンチタイムを取りますからね。ベンチタイムの時にあの布をかぶせるとかね、はい、あのラップをこうかけとくとか何らかの工夫なさって表面が乾かないように ね、 はーはーね、まあ大体そうですね、20分から30分間ぐらいちょっとこう休ませてあげると、あ、そうですか、あの伸ばしやすくなりますから。あ、はい、山さん、ほら、お休みが終わって、はい、お休みが終わって、はい、これいよいよ成形しましょうかね。整形外科の先生になるわけ、ね、こうやってあの伸ばしていただければいいですね、はあ、あ、とりあえず丸く、そうですね、あの、まあ、丸くっていうか楕円形に、細の、あ、はい、伸ばしていただければいいですよ。そうしましたらね、これ半分にこう、はい、折るようにして、うん、向こうも半分にこう折るようにして、ね、なんか折り紙やってるみたいな。そうですよ、これね、で、形作るんですけどね。で、今度合わせ目はね、はい、合わせ目を、あ、そうなるのか、こうやってよくしっかりとつまみ込んでくださいね。はい、ね、はいはい、
そして折り曲げたんですからね、空気入ってるといけませんから、少しこうあの揉んであげると、ほらこちらから空気出ていくでしょ、はあはあね、そしたらここもね閉じてあげる、空気、空気を全部閉じてね。形はちょっとね不格好ですけどもね、まあいいでしょう、いろいろ対象もあって、これであの切り拭きをしてね、湿りをくれて、そうです、これあのこまめにやった方がいいですね。あ、そうなんですか。何回も何回も切り拭き、これ発酵させましょう。はい、はい、山田さん、これを今度は二次発酵するわけですよね。あ、さっきのは一次でね。そうです、これ二次発酵ですね、はい、これ同じようにさっきのオーブンを押しますね。でやっぱり温度のところ、これ上がるっていうところを押すとすぐ発酵が出ますから、はい、これも60分なんですね。また60分ですか。はい、60分で、スタート。でこの時はね、はい、そうですね、あの切り拭きしてますからね、さっきも言いましたように、はい、あの時々切り拭きをしてあげた方がいいですね。途中でですか。結構乾くんですよね。なるほどね。フランスパンは非常に水分少ないですからね、あの固く練ってあります、はい、乾きも早いですからね、そこだけ注意なさってください。第二次発酵ありましたね、大きくなりましたね。そうですね、はい、山田さん、これにね、このフランスパン独特の切り込みをね入れるわけですよね。腕の見せ所、これね、あの、カミソリね、もう鋭利なものでないとちょっと正面切れませんからね、これで、あの、切って、でね、少しね、角度はこう、縦に3つ並べるような切り方しますからね、はい、これ先っちょ入れてね、ヌザボンね、はい、これでブザベスイルソン、そんなことないな、そんなもんだね。はい、で、これも同じようにね、ははこれがガッとこう広がってますからね、はい、こんなもんでいいんですか。いいんですね。でこれあの普段ね切り込みをこう入れた後しっかりこう開かしてから焼いてもいいんですけども、今日はまあ、はい、あの時間の都合もございますんでね、このまますぐ切り拭きをしてトッピング、そうですね、白身をこう振ってあげてね。でこの時にね、オーブンの中でこれ焼くわけでしょ、はい、その時にねちょっとねこう水 50cc ぐらいあればいいんですけどね、はい、まあ、お湯でいいですけどね、ちょっとこう入れてやるわけですか。いや、はあはあ、でこう温まったオーブンの中でね、この蒸発して蒸気が少しずつこうばらまかれてね、はあ、フランスパン焼くには都合がいいと、こういうことですね。いよいよ焼きますか。焼きましょうかね。さあ山さん、これ焼きますね。いよいよ。でこれは下段に入れていただいてね。そうですね、はい、はい、でドアを閉めたらですね、オーブンで焼くわけですね、はい、はい、オーブンこれ余熱なしで焼きますからね、はい、で温度ですね、これはあの上がる下がるってことはありますよね、はい、下がる方を押すと今度はね300からずっとね、これ200で焼いてほしい。200度で、ね、はい、25分で焼けますからね、はい、はい、あ、反対ですね、25ですね、はい、でスタート。焼けるぞ、焼けるぞ、おー、焼けましたね。うわー、やった。どうですか、山田さん。いや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 、ちょっと締めてください。あららら、はいはい、もう熱い。いや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 、できましたね。うわー、すごいや、これしっかりなんか仲良くなっちゃって。本当だ ね、まあ、へえ。いやいや、綺麗ですね。焦げ目もね、素晴らしいし、そうですね、ちょっと形は違いますけどね。いや、いいんじゃないですか、個性があっていいんですよ。フランスパンらしくていいですね、すいませんでした、できないだろうなんて歌ったりして、いえいえいえ、ね、認めていただいて、きっちりできますよ。あのフランスパン作ってみてはいかがでしょうか。頑張りましょう、レスパまあ、今度は可愛らしい材料が使ってますね。可愛いね、いい匂いしますね、そうですね、ここのね、粉のね、あの今日はね、ロールケーキを作ろうって言うんですけどね、はい、しかもね、チョコレートのこう入ったね、ここはここの入ったね、はい、あのロールケーキを。でまず山田さんね、まあ、材料ちょっとご紹介しますとね、はい、卵が6個なんですね、はい、それからお砂糖がこれ 180g ありますよ。それから、ココアですね、はい、これが 30g ありましてね、粉が 120g、まあ、合わせて 150g、 はあ、はあ、これね、測るときご注意いただきたいんですけどもね、普通のあのこう測り、台ばかりありますね、はい、あれでココアだけ 30g 測ろうと思ってもね、なかなかそのメモリがね、
2、30グラム難しいです、あの軽いからね、だからね粉を乗せといて、その横っちょでね別なこう紙かなんか置いといてね、足していくわけだ、足していった方がやりやすいですね。なるほどね、はい、それから混ぜ方ですよね。混ぜ方はね今日はね、はい、もう非常に文化的な考え方によってはもう大変原始的な方法なんですけど、これがまたよく混ざるんですよ。これ粉をね、はい、あの袋入れますね、ポリ袋入れますね、でココアも入れるんですよ。これねこれね普通ねふるいでこうふるい込んでもなかなか混ざらないですけどね、うん、これも特許取りたいぐらいですけどね。これね空気をこういっぱい入れて、入れてって吹いちゃダメですよ、入ってきますからね。で上をこうつまみます、パンパンに張りますね、穴開いてちゃダメですけどね、はいでしょう。でこれをねシェイクするね、はい、よくこうだったらほらチョコレート色の粉が、本当だね、綺麗に混ざりますから、これ皆さんね何か混ぜる時に多いですね、多いですね、きな粉とお砂糖を混ぜるとかそういう時にこうちょっとこう応用すればいいですね。あ、天然もやるんだ、はいはい、それからじゃあいよいよねこれ準備したらもうすぐ取り掛かれるわけですけども、はい、卵はねボウルの大きめのやつにねこう入れましてね、はいはい、でこれ、ハンドミキサーがございますからこれで泡立てるわけですね。でこれちょっと使い方なんですけどもね、垂直にこうできるだけ使うようにしてください。ああそうなんですか。これガリガリって言いますからね、はい、もちろんこの羽が4枚しかないわけですから、こうやりますとガーッと音がしますから垂直にね、はい、置いていただければいい。それから軽くこう手首でねこう握っていただいたらこっちの手空いてますから、こちらでね無理に片手でこうスイッチを押さなくても、こちらでこうスイッチをねおいおいこう上げていただくからいいですね。これで少しやっぱり揺らした方が泡立ちはいいですね。よくねハンドミキサーをじーっとしてる方いらっしゃるんだけども、これじゃ泡立ち悪いですよ。遊んでちゃいけない、ね、前後にぐらいね少しこう揺らすような感じね、はい、手首でね軽くこう揺らすぐらいの気持ちでほらこんなに泡立ってくるんですね。ね、あ、グメの力でしょ、ね、だんだんね泡が粗い泡が出てきますからね。で途中でねお砂糖を入れます、ね、これぐらいほら粗い泡が立ってきたらね、もういいですね。でそれからね塩を忘れてましたから、はい、まあ、今からでも間に合いますから入れましょうね、はい、でこれでねよくお塩も溶かしてお砂糖もね、溶かしてください。はい、はい、これで止める時なんですけどもね、回転中にこう抜き上げますとこう卵散りますからね、徐々にこうスピードを上げて この辺まで来ましたらパチンと切っていただくとね中に残らなくてよろしいでしょう。ああそうか、これね、はい、本当にこれよく混ざりますね。これもう一回ほらこう軽く空気をこう入れると粉がふわっとこうねしますから、そういう状態でね、これ丁寧にやるにはね 2、3 回にこう分けてね、はあはあ、ふるい込むんですけどね、今日はね皆さんがね必ずもう1回で覚えるよっていう方法をね私やりますからね、シンプルに。そうです。でね普通はねこれとこれどっちで混ぜるかっていうんですけどね、これでやるとねやっぱり1枚板でしょ、これでこの粉をね上手にこう混ぜると難しい、だからね慣れない方はねこういう風にね、はあ、切るみたいにして、そうそうそう、下から抜き上げていくようなね感じで合わせていきます。こうね、これで山田さんほらもう粉見えませんね。ないですね、これでいいですよ、これでね、はい、そしたらほら混ぜた後でもなんかふわっとした感じで、全然泡を潰したって感じありませんでしょ。そうですね、粘りがあるし、これができましたらねバターをこう溶かしておきました、ね、大さじ3つほどあります。溶かしバター、溶かしバターね、はい、でこれを混ぜてあげればいいと。これバターがだいたい見えなくなればいいですからね、簡単でしょ。バターなんかすぐ見えなくなりますよ。見えなくなる、沈んじゃうからね、うん、それ言いたいんでしょ。いやそうじゃなくて、私バターよねなんて言うかと思ったらそういうだけのことですけど。なるほどね、はい、これでねもうほぼ見えませんね。見えません、はい、これでいいでしょう。紙をこう敷いておいたんです。この紙のね、紙でいいんですか、これ角をね、こういうふうにね、
ハサミで半分からハサミを入れておくとこういう丸いところに合わさりやすいでしょ。そういうふうに作ったものなんですね。それからこれはね、あっちこっちにやらないでね、一気に真ん中に落としてください。これもう大胆にいくんだ。大胆ですこれね。はい、これをねこうやってね、きれいに落としていただいて、はい、これロールケーキですよね。そうです作るの、はい、それからちょっと山田さんね、はい、この辺にちょっとこう黒いのあります。これはほらボールの隅っこにあるやつがね、よくほら、ま、混ざってないのがあるんですよ。やっぱあれだけ丁寧にやってもね、そういうのもちょっと隠してあげるような優しい心がけが欲しいですね。なるほど。それからあとはね、これ平らにするんですけども、ヘラでこう描いちゃダメですから、こういうふうにね流してね、うおーこぼれるんじゃない、こぼれるんじゃないかなと思うぐらいまでやってください、思い切ってね。そしたらまたね反対側へ、必ず反対側をやってください。でちょっと紙をねこう押さえておくといい。でまた行き過ぎぐらいがいいですよ、少しね。ただ行き過ぎちゃってね、みんなこぼれたんじゃない、滝じゃないんだから。やめてください。困りますよね。はい、これをねあのしっかりとこれ型を持っておいてね、下からねでこうショックを与えて、うわぁ穴開いちゃった、クレーターがいっぱいできてね。でこれもう一度あそこにもありますから、ポンとね。それでも頑固なやつはもうやめといたらいいね。あ、そうね、壊れない、丈夫なあの泡ですからね。はい、でこれあんまりいつまでもやってると、今一生懸命泡立てたんだから、うん、泡がいっぱい入ってるんだから切りなく出ますから、うん、まあせいぜい 1,2 回でね。なるほど。これオーブンに入れましょう。はい、さあこれをオーブンで焼くわけですね。はい、これあの下段へね、あ下の段ですね、3段ありますからね、はい、下段入れていただいて、はい、でケーキキーをですね、はい、こちらにございますよ、ケーキキーね、はい、これを3回3とこう出ますね。あ、これあれですね、グラタンキーと同じ仕掛けですね。そうですそうです、いろんなケーキありますからね、はい、ここで、いろんな種類をやれるようにこの番号がついてますから。なるほど、ね、これあの料理ブックにね、何回をしてくださいって書いてありますから、その通りにやれば時間が出ます。ケーキを焼いてる間に生クリームを泡立てておきましょうかね。ははね、これ中に巻き込む。そうですそうです、はい、普通はジャム使いますけどね、今日は生クリームを使いましょう。はい、はい、で生クリームはほら少し大きめのボウルに氷を入れていただいてね、はあの氷だけじゃね座り悪いからね、少しお水張ってもいいですから、はい、これね、で冷やしながら、はい、冷やしながらやる、ね、そうです。でね、ハンドミキサー使うときはね、回転早いのじゃダメなんですよね。だからゆっくり、はい、少し遅いのね、これぐらいのスピードでもちょっと散りますでしょ。あ、そうですね、はい、これぐらいでね、はいはい、それからねこうお砂糖をね入れて、はい、すぐね忘れそうになるけども、はい、これすぐ入れてね、これお砂糖を溶かしながら泡立てて、はい、はい、あんまり早く回しますとね、あっという間にと固まってね、お砂糖が溶けきれないうちにほら固まってしまうからね、困りますから。でこうやって泡立てていく。で今日はね、はい、ココアをね水溶きした、ものがありますからね、これ入れますから。あ、ここ入れちゃうんですか。はい、ちょっとここで一回止めますね。はい。はい、でこういうふうにほら角が立つぐらいね、あ、ちょっと模様がついてきたらわかるでしょ。そうですね。はい、これね、こうやってほらピンとこうね立つぐらいでいいです。そしたらね、ここでココアをねちょっと入れていただける。これ水溶きしてありますからね、これ入れて、まあ、色を染めるわけですね。ケーキがほらチョコレート入ってるから、クリームもね、まあもちろん真っ白でもいいんですけどね、こちらもチョコレート色にしてあげると、じゃあそれっぽい色にしようかと。はい、これであとね、ほら、きれい、これは綺麗だ。綺麗にね、色が染まりますから。山田さん、ほら、こんなにね、綺麗だ。綺麗に焼けます。はい、これをね、濡らしたこう布巾があるでしょ、はい。これね、これをね、まず広げておいていただいてね。はい、それからこういうふうに置きますでしょ。これ伏せる必要ないですからね。この辺までね、立ててきたらこう紙が残ってますよね。はい、この紙をね。簡単にこう引っ張ってください。と、あら、ね、はい、そうしますとね、よろしいですよ。そしたら紙をね、丁寧に、特にね、この外側ですね、これを先に外してください。もう一枚ね、こう濡れ布巾をかけてね、はい、このまんま冷ますんですよね。生クリームってほらあったかいところに塗ってこう巻くと溶けちゃうから、
ね、このまま水分が逃げないようにして、かなりそれから冷たくなるまで、あ、冷たくなるまでね、冷ましていただいて、それから巻きましょう。はい、はい、こうやってね、塗る塗って、ここが乗っかってきたらね、はい、ここ平らにこうしてあげてください、ね、これでね、これです。あ、生こういうこともあるね。で、少し向こう側は残しておきましょうか。これほら、巻いていった時に最後のところに生クリームがこう寄せられる、あ、出ちゃうからね、多分ね、はい、多分そうなるだろうと私はそう読んでます。はい、そりゃプロが読んだから間違いない。はい、これでね、そしたら、あ、それでいっちゃうんですか。ここをね、一回グッとこう折り曲げるんですよね、はい、こういう感じで癖つけるわけですね、うん、で、1、2回こうやってください。そしたらね、これこう起こしといてですね、ここ持ったら、これでね、おおお、ぐる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 っとこう軽くね、なんていうんですか、布をこう台と平行にこう引っ張っていけば自然と布が起きてくるから、ま、ね、負けていきますからね、はい、それで少し戻してですよね、巻き終わりっていうのがここあります。少し戻してね、癖をつけてよくね、あんまり力を入れると生クリーム出ちゃいますからね。はい、そしたらこれでいいでしょ。ほら、あら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 、目の巻きましたでしょ、そしたらラップでね、あったかい時にね、ラップをここにしましてね、まあ高いっていうか冷えてますけど、これ巻き終わったらすぐね、とラップをかけとくと。これなんでですか。これはね、ラップがほらピーンとこうやっぱりこう張ってきます、はい、いくらかは生あったかいですからね、うん、そうするとこのラップでね、キュッとこう締めてケーキの形を良くするんですね。はい、これでいいです。山田さん、ほらロールケーキができて並びましたね、いろいろと ね。でも先生、これあれでしょ、レンジの中がワイドだから、こんな大きいのができるわけで。そうなんです。大きいでしょ、長いし大きいしね。で、しかも何て言うんですか、四角いお皿、お皿っていうんですか、角形皿ですね、はい、あれがあるからこれができるわけですよね。あれはね、意外と大事ですよ。そうでしょうね。ちょっとケーキご紹介しましょうか、簡単にね、これほら、これ見覚えあるでしょ、これノエルですよね。クリスマスのケーキの時は巻き型のね、ケーキにするんですけど、端っこをちょっと跳ねて上に乗せて、生クリームを粗塗りでいいです。こっち側をこもち、そうです、はははね、雑木のこう切り株みたいにこう、あつらえればもうどなたにでも飾れますよね。なるほどね、はい、それから こちらですよ、こちらウィンザーケーキですね。これ英国のほら、あ、伯爵だか公爵だか、ウィンザー公爵ですね、はい、はい、ウィンザーケーキって言ってますよね。ロール、パウンドケーキをロールケーキでこう巻いて、あ、寸法がまたぴったりなんですよね。はい、それからこちらはちょっと模様が入ってますね。珍しいですね。これは同じロールケーキなんですけどね、白いロールケーキ、ジャムで巻いてるんですね、ジャムをこうね、はい、でね、この表面はね、卵の黄身を1個に対してね、みりんを小さじ1杯入れてこう溶くんですね。それでね、竹串にね、その卵の黄身をつけてね、ロールケーキの上塗るんだ、と線を描いてね、それを今度交互にね、横切らせるとこう線が曲がるんですよ。あ、そうなんですか。綺麗にこう模様になりますね、こういう付け方です。それからちょっとこちら見てください、これプチケーキですよ、ね、これロールケーキ巻かないでね、小さく切って、あれを作っといて、 そう、それから正解用のチョコレートを溶かして、あるいはもう正解用のチョコレートじゃなくても板チョコでもいいからね、湯煎で溶かしてね、上手に自分なりにドライフルーツなんか乗せて飾って、ね、こういうのも楽しいですね。そうですね。だからこれはごく普通のロールケーキですね。そうですね。これ白のね、模様の入ってないこの白いやつですね、うん、これ丸くこう、ま、飾っても楽しいでしょ。そうですね、はい、それから先ほどのね、作っていただいたね、今日挑戦したチョコレートロールケーキですね、はい、つまりケーキ作る方いっぱいいらっしゃるみたいだけども、楽しみながらできるし、そう、もうアイデア次第で無限にいろんなのができます ね。こんなのだってね、デザインっていうんですか、なんていうんだか知りませんけども、自分のね、好みのデザインつけてね、はい、楽しいですよね。楽しいですよ。あなたも一つですね、あなただけのケーキをお作りになってはいかがですか。ぜひ作ってください。いやー、驚きましたね、この300度の威力。すごいでしょ、はい、焼き目もしっかりついて、料理、それ味はもちろんですけどもね、
見た目ってのはとっても大事だと思うんですよね。いや、これは大切ですね。それにあの最近あのホームパーティーなんかよく流行ってますよね、あんな時にこれが丸ごとですよ、この白いのをくっつけてチャプフラワー、そうだからそのフラワーつけてドーンとこれ出てきたらこれ豪華ですもん。料理はチキンとやなっちゃ、変なシャレはもうよしなシャレ、とにかくトレンディラー。